皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ダブルMチャンネルのヤナマンです。そうです。今回は福島県南相馬市の方に来ました。久しぶりですね。いや、久しぶりだね。こんにちは。で、桜井古墳っていうところにいます。はい、で、ここはちょっと鑑別化してもらうんですけど、桜井古墳、まあ古墳ですね、は史跡公園と整備されてて、史跡公園として整備されてて、一般公開されてます。はい。で、桜井古墳は、4世紀後半の築造であり、東北地方では出現期の古墳で、前方後円墳の発見例は当時全国で20数例のみで、国内最北、東北地区最大級の古墳。すごいね、最大級って。はい、って書いてありますね。まあちょっと難しい言葉なんですけど、まあ結局、でかい、ね、でかくてすごいってことかな。なんでちょっと見に行ってこようと思いますので、はい、はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、はい、行ってきます。はい、行ってきます。はい、今ね、駐車場に車、はい、駐車場でかくて、トイレもすげえ綺麗なトイレがあります。そう、看板ですね。はい、国士屋と桜井古墳公園。めちゃくちゃでかい、でかいね。半端じゃなくでかい。見たいね、早く。今ここ。あ、はいはい。円形広場っていうのもあるね。あ、今後ろに。あ、ここじゃない？あ、そこが。ここがそうだと思う。桜鼓だって。で、ここに来て、そうだね。ここが一番メインじゃない？メインだね。ここ見たいね。ここ見たい。じゃあここ行こう。そこ一回目指して。はい。行きますか。行きましょう。あっちですね。はい。はい、行きましょう。こっちの方ですね。はい、行きまーす。なんかすごく良さげなところじゃないここ。道がすごいいいぞ。そうだね。うん。いっぱいどんぐりが落ちてる。ほら。すげえここ。まさこさん、はい、もこもこしてるのが古墳？見えましたね。ね。あちらですね。でけえ。あの階段で上に。上がっていけるようになってるっぽいんで。なるほど。上行ってみたいね。上行ってみたい。え、教科書以来なんですけど、古墳とか。もう初めて見ました。すげえ。すごいね。うん。はい、着きましたね。ここがメインだね。メイン。でけえ。めちゃくちゃでかいよ、これ。当時の写真。あ、上から見たやつだね。すごいね。ああ。すごいね。これ歴史好きな方いいんじゃないですか。古墳は初めて見ました。初めてだね。うん。ちょっと登ってみようか。さあ、山くんさ、うん、ちょっと上行ってみよう。登ってみる？うん。いいね、山くん。いいね。階段上がってくる感じもすごい良かったし、階段の感じすごくいい。すごくいいね。え、これ古墳の上なんだ。古墳の上ですね。もうちょっと上に行けるみたいだけど。うん、すげえ。すごいね。初めてだぜ、古墳の上なんて歩くの。俺も初めて。俺もやっぱり教科書でしか見たときないもんね。見たときないよね。すげえ。すげえね。すげえ。もうすげえの一言につきます。本当に。うん。ちょっともうちょっとじゃあ上に行ってみようか。行ってみよう。はい。結構いいよここ。めっちゃいいね。いい。今日しかもすげえ晴れてるからさ。そうだね。けど。でかいね、古墳って。すげえわ。すごいな。あ、いいじゃん上。上いいじゃん、広くて。眺めがいいぞ。あ、今日もうあっちは雪降ってますね。雲が怪しい、山の方は。怪しいね。すげえ、初めてだ。結構気持ちいいとこじゃない？気持ちいいね。うん。そのちびっ子たちがね、さっきあっちで遊んでたりしてね。ああ、そうだね、うん。普通に気軽に遊びに来れる、と思います。ねえ。すげえ。ここにも説明が書いてありますね。棺桶を安置するためのってよ。そうなんだ。え、ずっとこの下だね。そうだね。すごいね。あ、二基だって。え、二基の木の棺桶が埋葬されているのが分かりました。だって、へえ、
ごい。すごいね。歴史好きな方ぜひ。ぜひ来てほしいですね。形もね、いい形してるから、ね。うん。ただもう一個向こうにあるんだよね。なんかそう、ね、あるみたい。ちょっと歩くのかな、遠いよね。多分。ここがもう最高にメインかな。桜かな、桜つづみって桜だよね。あ、多分そうだと思う、あの川沿いっていうか。あー、あったるよ。桜いいかもね、ここら辺も。ね、よかったっす。よかったね、でもすごい。なんかおにぎりとか持ってくれなかったね。腹減った、ね、ご飯食べに行こうか。そうだね、飯食おう。はい、ありがとうございます。じゃあもうすごい、こういう感じで。よかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こっからのシルエットかっこいいね、まさぼさんね。かっこいい。古墳マニアになってしまいそうだ。すごくいい、こっからが。こっからすごくいい、マジで。私が一番こっからわかりやすい。うん、かっこいい、古墳。古墳、すごいね。うん、ちょっと感動した。はい、行ってきました。はい、行ってきましたね。いや、風が強くてね、今髪がすごい乱れちゃって。すごい風。はい。いや、古墳すごかったね。すごかった、初めて見たけど。うん、初めて見たし、初めて上に立ったしね、うん、そうだね。本当に教科書でしか見たことなかったから、うん、あんなにかっこいいもんなんだと。形がね、すごい、うん、すごい、うん、で、ここの公園はですね、まあ、もう一個、はい、ちょっと離れたところにもう一個古墳があって、うん、あとは桜並木がね、さっき見せた通りにバーって桜並木って、そうなのかな、ね、多分そうだと思いますね。春は桜で綺麗だし、うん、見晴らしいしね。で、なんか歩ってるともみじも落ちたので、紅葉も。あ、確かにね、うん、紅葉、イチョウと。イチョウもありましたね。ね、とてもいい公園です。はい。なんで古墳好きな方とかね、うん、あとはその四季、桜だったりもみじだったり好きな方、ね、おすすめだと思いますんで、うん、ぜひ気になった方いましたら来てみてください。はい。でご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。では、バイバイ。はい。